戦士考古学とは、文字による文献が残される以前の時代、すなわち戦士時代を考古学方法によって研究する学問分野である。戦士学、文全学とも呼ばれるが、戦士学や自然学には、考古学によるアプローチ以外の戦士時代の研究方法を含める場合もある。戦士考古学に対して、 文字文献が不十分ながら存在する時代を対象とした考古学を原文考古学、文献資料が豊富な時代を対象とした考古学を歴史考古学と呼んで区別する。ただし、戦士考古学と歴史考古学の区別は文字文献の有無に基づくものであり、実際の年代とは関連性がない。すなわち、オーストラリアでは先住民族であるアボリジナルは、 文字文明を持たなかったためにヨーロッパ人が本格的に侵入する18世紀後期以前の考古学は選手考古学に属するが日本ではすでに江戸時代に入っており18世紀後期を対象にした考古学調査は歴史考古学の範疇に含まれる日本国内においても9世紀10世紀を例にとった場合本州や四国九州の考古学調査は 平安時代を対象とした歴史考古学の調査となるが、北海道では、殺門時代を対象とした選手考古学の調査となる。この時代の北海道の人々にも、本州とは異なる独自の歴史が存在していたためである。なお、選手考古学の分野の成立に際しては、19世紀後半、スウェーデンの考古学者、オスカル・モンテリウスらによって提唱された。 形式学的研究法の確率が大きく作用している。このことについては、スウェーデンの考古学者オーベリが、戦士考古学は、この研究法の確率によって、初めて科学になったとの評価している。ありがとうございます。